毎度こじやです。ライカ 1C ですね。 1C、 ここは F と違いますね。シンクロがないタイプですね。とレンズはコシナのホクトレンダースーパーワイドヘリア 15mmF4.5 がついてます。ファインダーも純正というかホクトレンダーですね。なかなかかっこいいですね。このようにボディレンズともに、まあ綺麗な状態だと思います。ヘリコイドもスムース、まあ、多少メッキの色が違うかなという感じはしますが、まあそれほど違和感はないと思います。スクリューマウントですのでなかなかぴったり真上には来ないですね。ちょっと12時にはなってない、11時ちょっとって感じはしますが、まあ問題ないでしょう。レンズはスクリューマウントです。これは綺麗ですね。メッキも綺麗です。外観すれほぼないと思います。レンズもきれいですね。いいと思います。まあレンズ真ん中辺は小さいので分かりにくいですが、中も特に問題ないと思います。ペンライトで照らしても、まあ、多少何かホコリはあるでしょうが、まあ十分いけると思います。試し撮りしてみましたが全く問題なく綺麗に写真撮れます。メッキもまだピカピカですね。いい状態だと思います。ファインダーこちらも非常にこのように超広角ですね。綺麗にスカッとしてます。こちらも全く問題はないと思いますが、まあ、多少のすれぐらいはあると思ってください。ボディは52万台の 1C ですね。まあ、1C はちょっと珍しいですかね。まあ、このように綺麗ですが、まあ、多少ストラップの跡とか、すれは多少ありますね。革、グッタペル革はオリジナルのようです。オリジナルですね。これ多分補修はしてあるんでしょうが、まあ、ちょっと見たぐらいではわからないですね。今バルブです。まあ、スローがないのであまり壊れることもないかとは思います。まあ、普通に動いてますね。まあ、高速になるともうほとんどわからないかとは思いますが、わかんないですね。目で見てると微妙に見えるんですが、ビデオでは分かりにくいかと思います。一応フィルム通してチェックはしてます。
感もまずまず綺麗ですね。こちらもオリジナルですね。このスプールは時代によって多少違いますので、これは戦後のタイプで間違いないですね。やっぱり最高速は白っぽいものを入れてないと見にくい。開いてます。ただちょっとビデオだと分かりにくいかと思います。非常にこのライカ、まあ、A 型から1型からずっと同じ大きさですね。この小さいのがいいですね。距離計も何もない1型1の C に超広角 15mm のセットになります。